どうも、しげしげです。本日は新フェスゲンモンスター登場ということで、唐突に村子さんの方から発表がありました。こちらのキャラクターの性能を見ていきたいと思います。明日のお昼から始まるスーパーゴッドフェスで登場するんですけど、新フェスゲンモンスターメノはこんな感じの性能になってます。進化前で究極進化でこんな感じでね、分岐していくキャラですね。はい、ネイとかコットンみたいなシリーズだと捉えると分かりやすいのかなという感じなんですけども、進化前がスキブが2個、指が実質2個、コンボ強化2個、L 字が2個っていうね、分かりやすい覚醒スキルでして、スキルが1ターンで使えるもので全ドロップをロックと。この覚醒スキルで1ターンで使える、スキルトリガーとして使える、しかもルーレット対策として使えるっていうのは、結構そのスキルトリガーを必要とするリーダーにとって非常にいい存在なんじゃないかなと思います。でなおかつ超覚醒で、これ一番下にあるんですけど、一律してこれが超覚醒なんですけど、まあ、コンボ強化3にもできるし、無効貫通もいけるっていうものなんですよね。だいぶ当たりじゃない？この時点で強いんだけど。はい、でリーダースキルが4色以上同時攻撃で攻撃力へ4倍、2コンボ加算、ドロップの5個 L 字消しでダメージを半減、攻撃力が4倍となっております。ラジエルでコンボ加算のリーダースキルのキャラがいなくて苦しんだ、有利も交換する気起きないって方、ぜひ2コンボ加算ね、これ非常に優秀だと思います。リーダーフレだと4コンボ加算ですね。しかも4色消しているだけでいいんですからね。まあこのキャラ自身が貴族性しか持ってないのであれですけど、まあいくらでもサブで色は詰めると思うので、最近は優秀なキャラいっぱいいるんでね。はい、そんな感じです。で究極進化後、さっきちらっとお見せしたやつなんですけど、今回あの基本的にマシン系のキャラになっております。光機のやつがオルファリオンですね。オルファリオン久しぶりに見たな。はい、聖堂の魔導騎士ということで、こんな感じの性能です。覚醒スキル、まあ優秀ですね。指漏れるで超覚醒込みでコンボ強化3だったり無効貫通持てたりするんですけど、スキル非常に強いです。5ターンで使えるもので、1ターンの間お邪魔ドロップが少し落ちやすくなる。はい、これで毒目覚め上書きできます。毒お邪魔目覚めか、上書きできます。でそこにさらに全ドロップを5属性プラス回復ドロップに変化ということで、5ターンで6色陣が打っててしまいますね。まあお邪魔が落ちやすくなるはなるんですけど、5ターンで使えてしまいますね。これはすごいですね。はい、でリーダースキルがキー光の同時攻撃でダメージを軽減、2コンボ加算、4色以上同時攻撃で攻撃力18倍、5色で固定5万ダメージ。なるほどなるほど。まあ軽減を持ちながら、コンボ加算を持ちながら、倍率しっかり出しながら固定も持っていると。なるほどなるほど、これは強いな。強いしか言えないな。モリモリだな、すごいな。でバランスタイプも持ってるので、潜在も何でも触れるのか。でコストも30って割と低めだな。まあ必要経験値にもよるんですけど、うん、どんな感じでしょうね。まあその辺は事前には分からないと思うので、手に入れてから調べたいと思います。はい、続きまして、正解の魔導騎士かな、メノアということで、デスファリオンとコラボというか、なんか、うん、一緒になったイラストのやつです。覚醒スキルが急にね、神キラーを2個持ちます。指とガードブレイクが神になったのかな、オルファリオンと比べると。はい、そんなキャラなんですけども、闇貴族性ですね。うん、もともとの貴族性が副属性に行くタイプなんですね。なかなか面白いですね。でスキルが6ターンで使えるスキルで、1ターンの間闇ドロップが少し落ちやすくなる、上から2段目2列目横1列を闇ドロップに変化。ほう、6ターンで使えるのか。なるほど、使いやすいんじゃないかなと思います。でリーダースキルですが、闇の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が15倍、闇を6個以上つなげて消すと2コンボ加算、固定1ダメージ。このさ、コンボ加算と固定1ダメージをなんかもう当たり前のようにしてるのすごくない？これまでだったらリダフレでどっちかとかがあったと思うんですけど、これをまとめてきたかっていうね。
でスキルとも噛み合っているので、使え56番面でも使えるかな。うん、コンボ加算もあるし追い打ちいらないでしょ。うん、使えるかなっていう感じの性能ですね。っていうか火力めっちゃ出そう、覚醒スキルも込みで、超覚醒も込みで、いいな。はい、続きまして火なんですけども、これは五右衛門ですね。顔すごいな、からくり五右衛門の顔。はい、で、覚醒スキルウェイにだいぶ寄ってますね。でマシン体力ということで、あースキルもこれグリゴリーと相性いいのかもしれない。スキブが超覚醒で持てないのか、じゃあ2個か。なるほどなるほど。ああこれ相方としていいんじゃないですか。リーダースキルが非機の同時攻撃でダメージ軽減、2コンボ加算、火の2コンボ以上で攻撃力16倍、3コンボ以上で固定1ダメージ。あーちょっと火が必要すぎるか、必要すぎるかなっていうところはありますけど、どうなんだろう、これも実際に使ってみないと分かんないな。でもグリゴリーとの相性は体力タイプを持っているっていう時点で良さそうですね。はい、スキルも6ターンで使えるスキルで HP50% 減少、ヒーキー回復に変化。6ターンで回復込み三色陣やば、それはやばい。そんな感じです。続きまして水、マシンノアのメノアなんですけども、これ創作家体制素で持ってるの非常にありがたいですね。で無難な覚醒をしております。スキルが9ターンで使えるスキルで全ドロップを水木光に変化、左端縦一列を水に変化。あーなるほど、三色陣にしてさらにそこから縦一列を水に変化することによって水多めの三色陣になるのかな。うん、無効貫通とかしやすくなりそうな感じはありますね。でリーダースキルが、でもこれで多色なんだ一応、三色以上同時攻撃でダメージを軽減、2コンボ加算、水を6個以上つなげて消すと攻撃力16倍、9個以上で固定1ダメージ。なるほどなるほど、これ周回で使えないかな。このだから倍率を上げる上で3色以上っていうのはいらないわけですよ。って考えるとさ、周回でいけるんじゃない。その道中でなんかコンボ加算、コンボ吸収のモンスターが出てくるのであれば、そこだけこうサブに積んできたスキルで3色以上にしてあげて、コンボ加算で対応して、他のところはこのつなげて消した時の倍率プラス固定1ダメージで根性関係なしで抜いていってみたいな使い方がパッと見でできそうな雰囲気ありますね。これさ、ここまで見たけどさ、どの形態にするか超迷うやつじゃん。で最後かな、キーキーのマシンアテナとのキャラなんですけども、覚醒がスキブ4か、で無効貫通で超追加攻撃、スキルがうわうわ、なるほど、木と回復を15個ずつ生成、これはマジクリンとか、あとは最近で言うと覚醒エンマとかのスキルと一緒か、確定、まあ56番面であれば確定10コンボ番面作るっていうスキルなんですけど、この子のやばいところは攻撃枚数を減らせる、木と回復だからね、回復マジか、木回復マジかの2色の10コンボ盤面か、それはマジか。やっぱりランダン王冠コンプ勢としてこれ2枚ぐらいちょっと持っておきたい気持ちはあるな。マジか、いやマジか、すいません、ここばっか反応してすいませんって感じなんですけど。でリーダースキルがキー回復の同時攻撃でダメージを軽減、2コンボ加算、キーを6個以上つなげて消すと攻撃力16倍、9個以上で固定1ダメージ。なるほど、これも一緒かな、マシンノアの方と一緒で、まあ3色のところがキー回復でいいのか。なるほど、こっちの方が楽じゃない。でキーを6個以上つなげて消すと、あ、そうですね、へえ。さっき言った通りの感じで周回にも使えそうだし、何よりスキルがランダムで輝きそうなやつですね。まあ超覚醒込みで
まあそれこそね、ウェイとか L 字とかにしといてあげれば、そのランダムでの加点要素に使えたりもしますからね。どうなんでしょうね、これやばいの来ちゃったなって感じは個人的にはしてます。どの形態も欲しいで、木のやつは2体ぐらい欲しい。いやー、光も闇もこれリーダーとして普通に使えそうだしな。まあ何体引けるかは分かりませんけども、このスーパーゴッドですね、明日ガチャ来たらすぐ動画にしたいと思っておりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。今回のラインナップですが、新しいフェス限でいうとやっぱりメノアがいて、グランディスだけ入ってますね。うん、でネレはいなくてファスカがいる。でシリングフォード、よし来た。シリングフォードは複数欲しい、まだまだ複数欲しいので、メノア狙ってる中でシリングフォード何体か出てくれると嬉しいな。っていうかどれくらい引こうかな悩んでおりますが、楽しみだな、引けるといいな。でメノアの実装に合わせて奇跡一度きりですが交換できるようになるみたいですね。うん、初心者の方もいきなりメノア引いちゃったらね、奇跡どうやって取るんだよってなるかもしれないんですけど、まあ交換で、まあ、二次メダルどうするのか問題もあるのか、まあでも交換でゲットできますというふうになっております。いやーメノア、これ皆さんどうですか、ぜひコメントでお聞かせください。皆さんのご意見を、ご意見というか所感をお聞かせください。先ほども言いました通り、明日のガチャ動画、ゴッドフェスの動画ですね、ぜひお楽しみに。本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。